動画をご覧いただきありがとうございます。今回は2009年発売金消し復刻版11技消しスペシャルから筋肉マンと筋骨マンの技消しマンハッタンドロップを塗装しました。技消しの金消し塗装、細かな部分が多くて結構苦戦しました。まずは塗装前の状態です。カラーは筋肉マンが青、筋骨マンはペールオレンジでした。復刻版の金消しなので見た目の汚れとかはなく、多少の手垢や油分がついている程度でした。事前準備としてこんな工程で塗装前の下処理をしていきます。煮沸して形を整え、表面のホコリや汚れを取る。レンジに漬け込み、過塗剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。最近の新造形の金消しではベンジンでは過塗剤が抜けて硬化しないものもあるようですが、今回の技消しは問題なく処理できました。乾燥させてミスタースーパークリアー艶消しを吹き付けて塗装下地を作る。そして塗装です。色塗りの様子はキャラクターごとにダイジェストにまとめていますので見ていきましょう。まずは筋骨マンです。最初のカラーはボディースーツの黒でアバドンブラック。こちらの塗料はシタデルカラーの下地色のベース。オレンジの地の上から直接塗りましたが、問題なく色が乗っていきました。こちらが今回の筋骨マンの塗装で使用した塗料と、年代物の金消し、デカ消しと同じく主にホビー用水性アクリルのシタデルカラーで塗りました。塗装にかかった時間は約40分でした。次に髪の毛の色であるセレストラグレイ、ちょっと薄めのグレーです。3つ目は赤のメフィストンレッド。ブーツ、グローブ、首巻き、ベルトに塗りました。カラーリングの参考にしたのはアニメ版筋肉マンです。アニメカラーの筋骨マンイメージの着色で、このカラーが入って全体的に締まりました。1箇所だけですがアバーランドサンセットという黄色のカラーも使用しました。続いて白、コラックスホワイト。骨の箇所のメインカラーです。胴体に露出しているところはとても細かく塗りづらい箇所だったので苦戦しました。今回の塗装は色の境や細かなところは面相筆、広い面積は模型用ブラシ、かなり細かなところは先端を糊で固めた極細筆と3種類を使い分けて塗りました。仕上げにシェードカラーのナルンオイルを先にグレーを塗った髪の毛の筋に流し入れました。続いて筋肉マンです。まず下地色のレースボーンを露出している肌の部分全体に塗りました。塗り隠れるカラーなので綺麗にというよりは塗り漏れなく薄くでもいいのでお心がけて塗りました。こちらが今回の筋肉マンの塗装で使用した塗料と、先の筋骨マンと同じく主にホビー用水性アクリルのシタデルカラーで塗りました。塗装にかかった時間は約30分でした。肌の色や暖色系のカラーの下地としてよく使っているカラーです。次に赤、メフィストンレッドです。アニメカラーの筋肉マン、パンツ、リストバンド、ブーツ、戦闘スタイルのマスクのカラーです。筋骨マンでも使っていたこの赤ですが、顔料が多く隠蔽力は高い塗料。このような青地の金消しにそのまま塗っても綺麗に色がのってくれます。次に白です。コラックスホワイト、パンツのベルト、目、それから今回は歯を食いしばった表情なので口の中に塗りました。肌のメインカラーです。グレード1フレッシュ。こちらは先に塗った下地の上に塗るレイヤー種類の塗料、上塗り用です。金消しで使っている肌の色のパターンはいくつかありますが、一番ベーシックに使っているのはこの下地レースボーン、上塗りフレイド1フレッシュという組み合わせかもしれません。先に塗った下地のカラーが効いていてスイスイ色がのってくれます。一部ですが唇はブルグリムピンクというカラーを使いました。目と額の肉の地にはガンダムマーカーの 0.3 ミリシャープを使用しました。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを吹き付けて
乾燥させ完成。これがトップコートになります。塗装後がこちら。最近塗装した中ではかなり小さいサイズで、しかも2体、結構難しかったですね。筋肉マンはご存知、この物語の主人公筋肉すぐる、筋肉性の王子で超人強度は95万パワー。このマンハッタンドロップなどはおそらくカメハメ師匠から奥義を授かる前から使ったプロレス技です。筋骨マンはドクロ星出身の怪人で、超人強度は20万パワー、本名はシャレ神戸。本来は科学者として優秀で、物体を巨大化、怪獣化、超人保存装置を開発したりもできる能力の持ち主です。他にもあるいわゆる技消しを並べました。心臓系の金消し17のシリーズに入っていたマリポーサとヘイルマンのアステカセメタリ、こちらは金消し復刻版8、筋肉性多い争奪編のシリーズの中からロビンマスクとマリポーサのロビンスペシャル、そして今後塗装予定の金消しシリーズ07からロビンマスクとジャンクマンです。こちらは懐かしい80年代の当時もの、デカ消しの筋肉マンと筋骨マン、今回塗装の骨肉コンビです。このマンハッタンドロップの技消しが属する筋消し復刻版11のブックレットです。同じ段ではマッスルドッキング、クロスボンバー、アシュラバスターなど有名どころ人気の必殺技がたくさんラインナップされています。技消し基本は2体あるので、なかなか色塗りは骨折れますが、完成するとやっぱりかっこよくて、劇中のシーンの再現なので色がつくと嬉しいですね。というわけで今回は金消し復刻版シリーズ11、技消しスペシャルから筋肉マンと筋骨マンのマンハッタンドロップでした。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。